福原五竹室、池大河像老格山水図佐籍十弁十技図のうち、長弁図フィッシング・イン・スプリング・タイム、クリーブーランド美術館、池大河安永5年4月13日は、日本の江戸時代の文人画家、書家。陽名は又次郎など。意味縄、金、無名、字は君と字、火星。日常生活には、池の周辺の通称を名乗った。 画号は数多く名乗り、大画道、大画道、三竹道舎、歌唱などが知られている。妻の玉蘭も画家として知られる。弟子に木村健足堂などがいる。与佐武村と共に日本の南画の大成者とされる。教法八年、京都銀座役人の下役の子として生まれる。父を早くに亡くし経済的に苦しい中、六歳で、 素読をはじめ、7歳から本格的に、唐用の書を学び始める。習い始めたばかりの頃、満腹寺で書を披露し、その出来栄えに僧たちから、振動と絶賛された。流利安氏に才能を見出され、文人がお伝えられた。中国の古事や名称を題材とした、大画面の屏風、日本の風景を軽妙者脱な筆致で描いた、作品など、 作風は変化に富む。大河は中国都来の画風類のみならず、室町絵画やリンパさらには西洋画の表現を取り入れ、独自の画風を確立した。川端康成の収集品として著名な十弁十技図は中国、真の理領の十弁十技士に基づき、 山荘での陰遁生活の便宜をが第二大河と武尊が共作した画像である。商品ながら文人の理想とする俗人を離れた生活を軽妙な筆遣いと上品で控えめな色彩で滑車している。大河は陶器章の万感の章読み万里の道を行くという文人画の方法論に従ったためか旅と登山を好んだ。ある日京都の世で仲間と富士山の話をしていて、 盛り上がり、ならば登ろうではないかといきなり旅自宅をはじめ、富士山に行き旅巡りをして1ヶ月以上して帰ってきた。人々はこれを雅山だと称えたというエピソードが残っている。こうした旅と登山の体験は、大河の絵の特色である広々とした絵画展開とリズム感のある美容線となって生かされることになった。 デジタル大事船の解説。コトバンク。2018年4月30日閲覧。平成30年2月16日官報。国外政府調達第35。浜澄いう池大河室白運航術。国家大戦462号。国家、社。2017年8月20日。ピアニッシモ。17から21。 ISBN 978から4から02から29万1462から、0平成29年12月12日、官方法外政府調達百234号、官方検索十分指定名称では、少々発見図。ありがとうございます。